今日もご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。博多の朝は雨、地下鉄祇園駅から地下連絡通路を見てください。階段を降りると福岡市地下鉄祇園駅がありました。ここから博多駅へは地下通路で往来ができます。雨の日や猛暑の時期には助かりますね。一駅ですが歩いてみます。地下道が博多駅まで続いています。地下連絡通路に並行してバイク、自転車置き場がありました。このように出口には P から始まる番号が振られています。午前7時30分ごろ、ちょうど通勤の方が大勢おられました。地下通路を歩く人が次第に多くなってきたので一旦戻ります。30分過ぎ、往来する人の流れも減りました。もともと地下鉄の仮設駅があり、駅の完成後、そのまま地下通路にしたのだそうです。ちょうど線路に沿うようにまっすぐなのは、そういう理由なのですね。
歩いて約10分、祇園駅から博多駅の地下へ着きました。にぎわう博多駅、雨の日も快適に移動できてよかったです。